偶然モルゲン、レベ公襲撃イベントを起こした後の続きだよ。今回は山岳を中心にして、ってことをしようと思ってるんだけど、いいっすね。負ける気がしねえぜ。それでちょっとしたコマンド関係をストさんにお願いしたいなぁと。一週間前に言え。コマンド組むのはめんどくさい。すみませんすみません。ほら、バムとも謝れよ。僕関係ないでしょ。そんなわけでストさんがいろいろしてくれてる間、我々3人は、ひたすら雑談。ってことで今回の動画は、今週何も投稿できないのは嫌だなーって思って作ったラジオ動画。特に何にもせず、ただ取り留めのない話をしてるだけの動画なので作業用にでもして聞いてやってください。ま、たまにはこういう回があってもいいかなって。と言ってもずっとダラダラと話して何もしなかったせいでこんな動画なんですけども。そういやさ、Twitter でクマさんの掃除したっていうツイート見たんだけど。なんで意味がわからないものばっかめっちゃ出てくるの？袋に入った土とか昆虫ゼリーとかさ。土くらいあるだろ普通。おかしなメタメルくん。おかしいのはおめえだよ。そして多分それらは氷山の一角。でもあれらしいよね。セロハンテープのさ、あの、土台の方。あれ中に砂が入ってるんだってね。あらしいね。まあつまりみんな部屋に砂を入れてることになる。別に俺の部屋に土があったとしても不思議じゃないでしょ。おかしいって。あとはそうだな、壁にはサイゼのメニューが飾ってあるけど。なんであんの？サイゼに住んでるんすか？いやいやいや、サイゼに昆虫ゼリーはないでしょ。普通の部屋にも昆虫ゼリーはないが。ちなみに10年前から飾ってるんで、ラインナップも当時のもの、今はないランチがいっぱいだね。ほんとだ。なんでサイゼのメニュー10年間飾ってんの？よっこらしょ。あいねえ、俺もするわロット。これさ、うまく位置調節すれば階段を S のようにできるんじゃね。今さらかよ。なんだっけ、どうやって座るんだっけ。シットコマンド。こうですね。スラッシュ、シットット。あ、いけたいけた。ええじゃん。いいっすね。で、おいおい、作業台に座るとか行儀悪いな。マイクラマナー講師？てか結構先端ですね。我々が座ってるの。もうちょっと奥行けばいいのか。ギリギリで。あーぶ。手が滑った。何すんだよ。バムとダメだろ。ええ？おめえだよ。精一杯ギリギリんとこで座ったぞ。いや、ダメだな。30センチ空いてる。いや、小学校で習ったべ。拳一つ分は開けるって。だっけ。ああ、お前ふざけんな。何これ何これ。今顔面が半分原木に埋まってましたよ。ダメージ受けるのかこれ。びっくりした。蜂の巣できてますやん。確率 2% だっけ。すげえ。山岳の中心ってどこ。まずストさんがどこにいんの。はるか真上。中心か。どうしよっかな。俺だ、俺が中心だ。まあ風車が中心とかでいいんじゃないすかね。そうするか。了解。範囲ができてる。あ、ほんとだ。いいね、すごいすごい。これがいつぞやに話したワールドの限界の結界、ファーランドだっけ。目が痛いぜ。蜂かわいい。てか本当に四角いな、かわいいな。うわぁ、音がやけにリアル。見て見て、お花に寄ってる。ああ、ほんとだ。蜜でも吸ってんのかな。花粉を採取してますね。そうなんだ。採取後はお尻に花粉つけてますからね。かわいい。ちなみに僕が可愛がってたミツバチちゃんたちは全部ストさんに捕まえられて装置の中で養殖されてました。かわいそうに。何これすげえ。これマジですごいっすよね。ストさんの分別器。自動で分別してくれんの。ここになんか適当にアイテム入れたらその種類ごとに分別されるんですよ。すげえ。裏の回路が分別してくれてます。ホッパーって言うんですけどねこれ。ああ頭が痛いぜ。退散退散。なんかいいのないかな。スチーム、ずっと同じゲームばっかやってるからあんま知らないんだよな。俺も編集ばっかで流行りのゲームとかなんも知らんな。でも最近なんだっけな、イカダの上で生活するゲーム。ラフト？あ、ラフトね。なんかアップデされたんですよね。ちょっと前のゲームなんだけど、それで最近また評判になってたね。あとはホラゲーだけど、セブンデイズとか面白かったな。あれちょっと怖そうだなって思ってました。セブンデイズプーダイってやつ？それそれそれ。今セールだから700円か。これ怖いの？ゾンビゲーですからね。びっくり描写あるの？そりゃもうめちゃくちゃ怖いぞ。言うならマイクラをホラゲーにしたって感じで、家作ってもゾンビが壁壊して入ってくるし、病院とか探索してると上からゾンビ降ってきて心臓が飛び出る思いをする。なんせ走ってくるし、顔リアルだし、泣き声怖いし。2013年のゲームか。で、タイトルにもある通り、7日目にめちゃくちゃゾンビが襲ってくるんよ。昨日の襲撃イベントみたいなのが7日ごとに起こるんで、それまでに準備しておきましょうってゲームだね。そうですね。1週間準備しろってことね。そう、罠とか張ってね。ちなみにストさんと昔やったことあるけど心臓が持たなくて1週間経たないうちにやめちゃったな。ストさんもホラー苦手なんだ。まあ俺もホラー無理だけど。僕も。じゃあ全員ホラゲー無理じゃん。でもそんな4人でホラゲーするのもありかもね。そうね。
てか今もずっとストさんやってくれてるんすかね。スコアボードができてますけど。ほんとだ。感謝感謝だぜ。2、3日待ってほしい。いやーマジで1週間前に言うべきだった。ごめんね。でもこんなガチのコマンドだとは思わなくて。僕ももうちょっとカジュアルなやつかと。時間があった時にはみんなでハイフワールドするのも良さそうですよね。いいねー。ハイフワールド？謎解き系とか脱出系とかね。あーいいね。ホラーもあるかな。あるけど一人プレイのが多いんだよね。ですね。あそうなんだ。でもやってみたいねちょっと。マルチプレイのがあればいいんだけどね。でも謎解きとかは無理かもな俺。マイクラの謎解きだと回路がほとんどだからな。回路かよ。回路なら俺はもうダメよ。学生じゃなくなってからだけど、もっと勉強しとけばよかったなーって思ってる。それはなるなる。まあしようと思えば今からでも勉強はできるんだけどね。俺は算数からだな。なんで小学生レベルからなんですか。いやもうマジで学生時代は勉強というものをしてこなかったんよ。中学の時にメイプルストーリーというネトゲにハマってしまってな。出た、闇やらんかげ。あれにハマったのがダメだったね。いやまあ面白いしね。中学の時ずっとやってたって言ってましたっけ。そう、それで俺は不登校にもなった。やっぱネトゲのシステムがダメだね。人生を狂わせる力がある。まあでも、それが中学の時期でよかったなって思ってるけどね。大人でこれなったら終わりよ。そうっすね。プラスで考えよ。あとうちがゲーム禁止の家だったのもあるんよね。あ、そうなの。でも、学校休めば、親が仕事でいないから好きなだけゲームできるってことに気づいてしまった。それで不登校よ。高校はちゃんと行ったけどね。ほえ。そういう家庭の方がかえってダメって言いますよね。そう、反動があるっていうね。そうそうそう。あんまり制限するのは良くないよね。俺も布団の中で隠れてポケモンやってたわ。で音がしたら画面閉じて寝たふりするっていう。あーめっちゃわかる。ドキドキするよねあれ。そうね。で BGM はもちろんオフ。いやオフってよりプラス1くらいかな。超うっすら聞こえるくらいの音量ね。そうそうそう。俺もやってたなそういうの。僕もお腹痛いって言ってトイレでゲームしてましたもん。それはやんなかったわ。意外と潔癖症。俺はやったぞ。お？トイレの中にコンセントがあってさ、便座のコードが差し込んであるんだけど、それ抜けば充電しながら無限にできるんだよね。そうなんすよそうなんすよ。なるほどね。うちも1日何分なんて制限されてたんで、トイレの中はボーナスタイムでしたよ。平気で1、2時間は入るからね。絶対怪しまれるって。でもみんなやってんだな、隠れてゲームするの。ずっと座ってるとお尻痛くなってくるんで、最終的には床に座ってやってましたけどね。俺は布団だった。布団が最強。いやー懐かしいねこういうの。懐かしいねー。ですねー。そだ、クマさんってマイクラどのくらいからやってました？俺 PE の有限ワールド時代からだったな。で最初リアトモから教えてもらいながらやってた。だから生まれがもうマルチプレイ暮らしっていう。なるほど。僕は最初でモバンを家のパソコンに勝手に入れて親の目を盗んでこっそりとやってましたよ。やっぱそれもトイレに持って行ってか。いやデスクトップなんでさすがに。頑張って運んでさー。持ってけねえべ。わらわら。俺は5、6年前に買ってて、ソロでやって、あこれおもんねえわっつってずっと放置してたな。僕小6くらいでマイクラ買ったんですよ。あ製品版ね。でその時携帯なんてもちろん持ってないんで、友達と固定電話で通話しながらやってましたね。めちゃめちゃいいじゃないそういうの。インターネットの青春って感じがね。なんかほっこりするね。でも少し昔までは、ネットやってるやつは全員オタクみたいな目で見られてたよね。そそそ。今でこそ一家に一台ではないですけど、誰でも YouTube を見る時代になったしな。昔はニコニコ動画見てるだけでオタク扱いされたよね。ですよね。給食とかでさ、なかった？好きな曲流すやつ。あ？それで誰かがボカロ流して空気コールみたいなね。あなんかわかる。共感性羞恥ってやつかしらね。俺も知ってる側だったからなんか恥ずかしくて飯が喉を通らなかったもん。やっぱ知ってるがゆえちょっとこっちも恥ずかしくなるよね。だね。今はどうなんだろうね。前に聞いた話だと、千本桜って曲があるじゃない。あれが卒業式でかかったりとかね。ええ、雰囲気大丈夫かよ。やっぱ僕らは卒業式は白い光の中にですよね。山並みは燃えてー。遥かな空の果てまでもう、君は飛び立つ。めっちゃ覚えてるじゃん。今も完璧に歌える。共通なんですかね、あれは。そういや今の音楽の教科書って米津玄師のレモンとかもあるらしいね。あ、そうそうらしいね。いいよね、いい時代やんけって。僕の時はファイナルファンタジーの曲とか載ってましたよ。あ、そうなの。音輪っかか？違いますよ。ティーダのチー。戻りたいな学校。給食食べたい、ドッジボールしたい。今ってタブレットで授業とかするんですよね。あそうみたいね。プログラミングとかもするって聞いたけど。するの？だって入試に情報科目とかありますから。ひえ。あとダンスの授業もあるんだっけ。マジかよ。とりあえず一通り完成したよ。うおーおー、ありがとうございました。お疲れさん。時間的に今日は終わりですね。